スライム倒して300分本土楓です。千本木さやかです。この番組は私たちが毎日チャレンジをしていく大体60秒の番組です。今回のお題はこちら、これは何に使う道具クイズ。おお、はい、お題として出されたアイテムが何に使うものなのかを当てていきます。皆さんもあの動画の方で画像とか出ますんで一緒に考えてみてください、はい、よーいスタート。道具をもらいました。え、道具、なんか赤ん坊が履きそうな感じだけどね。ちっちゃい靴下みたいですけど、でも私なんか似たようなの買ったことある気がするよ。靴下でね、私も買ったことある。机とか椅子に履かせるやつじゃない。私指先だけの靴下とか持ってるよ。えー、そっち、うん、あ、これ親指以外的な、え、あ、そういう感じ、どっち、難しい。でも道具かな、机につけるやつ。どうだ、答えはスーツケース用の靴下だと。欲しい、失敗した。皆さんぜひ気になった方は検索してください、はい、バイバーイ、バイバイ。